というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、ちょっと撮影日から少しばかり日は空いたんですけども、スタッフへの愚痴を話していこうと思います。今回のはですね、7月の27日に上がった動画に対してちょっといろいろ思うことを言っていこうかなと思うんですけども、まずですね、これ2分19秒にですね、スタッフさんがやることがねえと、現状ね、2周年なのにギルド大会もなくなってしまって、こんな状況で本当にやることがなさすぎると言ってるんですけど、PVP めちゃめちゃやってるでしょっていうことをね、まず言っておこうかと。まあこれ動画中でも、まあ PVP はやってますよ、他にやることがないからね、というような言い方をしてるんですけど、もういつもね、スタッフさんって偏見でこうものを言うんで、僕もちょっとスタッフさんに対して偏見で言うんですけども、この仕方がないからやっているんじゃないと思うんですよね。もう多分楽しくて仕方ないんだと思いますよまあこれは僕の偏見なんでね、実際のところどうかは分かりませんけども、これやることがないって言って PVP をまあもちろんねやってるんですけど、まあでもかなりの数こなしてると思うんで、今多分皆さんもタクトのランキングを開けば FP フォルトナって出るぐらいだと思うんで、これはね、そのやることがないからやってたらこうなっちゃったよじゃなくて、ある程度やっぱ楽しいからじゃないとならないんじゃないかなと思いましたね。はい、そしては次2分32秒、それちょっと先ですね、クソつまんない、はっきり言うと、今回の2周年というか今の状況がと言ってるんですけども、言葉を選ぼう。まあもうこれはね、もう言わずもがなということですが、これを言ってしまうとですね、現状この2周年を楽しんでる人がもしこの動画を見てくださった時に気分が悪いとなってしまうかもしれませんからね、いろんなものの見方を考えた上で発言しないと、この発言一つでやっぱね、嫌な気分になる人いるんじゃないかなと思いますけども、はい、そして6分16秒なんですけども、実際にギルド大会が中止になってしまったこととかを受けまして、まあ、このために勇者ガチャをしたんだと税が言ってますと、課金者はそんなこと一言も言わないという旨のね話があったんですけども、そうでもなかったよ。僕ツイッターをですね、まあ実際どんなコメントというか、みんな言ってんのかなと思って、例えば勇者ギルドとかロトギルドとかで検索してみたんですけども、まあ確かにその無課金の人もいたなとはいう印象なんですが、ちゃんと課金してる人も言ってましたね。ええ、別に名前がどうこうではないんですが、不特定多数の方ですけども、これはですね、ギルドのために勇者ガチャ頑張ったのにとかっていうコメントに関しては、その無課金だけではないと思います。はい。これもね、スタッフさんの偏見が入っていたんじゃないかなと。いろんな人が思ってましたよっていうことをね、一応言っとこうかなと。多分ですよ、僕がツイッターで見た限りは、まあ全然少ない人数ではなかったですし、無課金だけってことはなかったと思うんですけどもね、まあまあそんなこともありつつ、そしてですね、今度、5分32秒、これポケモン GO の話をしていたんですけども、まあ例えてですね、今回、タクトにおいてはこの不具合が出てる、2周年で出ていると、でポケモン GO でも実はこんなことが初期にありましたっていう話をしてくれたんですけども、まあその中で5分32秒に、何でしたっけこれは、ポケモン GO のコミュニティデーというものがあったらしくて、でそこにモンスターが出てこねえと、なんかその日にしか出てこない特別モンスターが出てこないらしいんですが、その日にしか出てこないモンスターがいるらしいんですが、それが出てこなかったというミスを話してくれたんですけども、そっちの方がやばないっていうまあまず僕シンプルにそう思ったんですけど、確かにね、タクトのミスも別にいいとは言わないんですけども、そのイベント当日にそのイベントのメインがないって、これなかなかなことだと思うんですけども、僕はそう思うんですよね。これが見たいから行ったって言ったのにそれがないんかいという状況ですから、本当極端な話、花火大会行ったのに花火上がらなかったみたいな、まあでも出店は出てるからそれ楽しいんだよねみたいな、あこんなこと言うとまたつまらんとか言われちゃうんですけども、でもそのぐらいのことポケモン GO もやってんだなっていうシンプルな、ちょっとああ、びっくりっていうのがあったんですけど、すいません。それに付随してというか、まあ、その時にその、まあ、モンスターが出てこないよと。いや、モンスターが出てこないって言ったけど、違う、モンスターじゃないや、ポケモンかって、スタッフさんが訂正してるとこあったんですけども、合ってます。はい。ポケモンってポケットモンスターなんで、全然モンスターで合ってるんで、これささっとね、スタッフさん訂正してくださったんですが、訂正の必要ないです。合ってます。大丈夫です。ポケットモンスター縮めてポケモンなんで、はい、全然モンスターでも合ってましたっていう、ちょっと、なんですかね、僕の青春時代のポケモンに対してのことも言っておきつつ、で、これ
いろいろね、動画中にいろんな言い方をしてるんですけども、まあ普段スタッフさんってその無課金の方のことを税という言い方をしてるんですけども、今回ですね、この税以外に、コアッパだとか、無償ジェムの方とかって言っていたんですけど、その、いろんな故障を作るな。まあ正直ね、よくそんなポンポン出てくるなっていう面白さはあったんですけども、別にもう、だったら無課金とかって言っちゃえばいいのに、なぜこう、遠回りをするのかっていうことをちょっとどうしても思ったんですが、で、その税、税、税って言ってることについて、最後7分40秒、ね、税がうぜいと、ダジャレで締めてくれたんですが、大好きです。めちゃめちゃ面白かった。まあね、本当にシンプルなギャグなんですけども、はい、これとても面白かったですね。という、はい、ことでした。はい、そしてですね、本日なんですけれども、また8時に動画が上がります。すいません、ちょっとサムネ編集する前だったんで、これどんな動画にしたか忘れちゃったんですけども、あ、思い出しました。PVP に対してですね、いろいろと思うことを話しておりますんで、これまたPVP にも PVP で結構陰湿な方が出てるみたいなんで、それに対してですね、今回は結構、スカッとするような内容なのかもしれませんね。はい、まあ8時に上がりますので、毒舌聞きたい方はそちらもご覧くださいという形です。ではどうも今回もありがとうございました。つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。